はいどうも、GoGoTV の GO です。今回はこちらの2つ、ビックラ卵宇宙戦隊キューレンジャーを2つ買ってきたんで、この入浴剤を溶かして中のフィギュアを取っていきたいと思います。前回仮面ライダーエグゼイドのレベルアップのビックラ卵を2つ開封したんですけど、あちらが結構面白かったんで、今回はこちらの宇宙戦隊キューレンジャーのものが売っていたんで、こちらを買ってまいりました。前回はお風呂で溶かすシーンなんかはなかったんですけど、ちょっと今回のこちらはお風呂で溶かすシーンも撮っていきたいと思いますし、僕はそんな富豪ではないんで、1日1個ずつ開けて、2日間で動画撮っていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。ではパッケージの方を見ていきましょう。はい、ではパッケージの方を見ていきましょう。パッケージはこんな感じですね。とりあえずシシレッドと、オオカミブルー、カメレオングリーンに、オウシブラックにカジキイエローが載っておりますね。とりあえずまだ5人の状態の、キューレンジャーが載っておりますね。で、こんな感じで入浴剤が溶けると人形が出てくるよってな感じで、こんな感じですね。で、中から出てくる人形は全部で5種類いますね。かなり見にくいですけど、シシレッド、オオカミブルー、オウシブラックにカメレオングリーンにカジキイエロー。見にくいですね。正面はこんな感じですね。で、裏にも書いてありますね、ちゃんと。中から出てくる人形は全部で5種類という感じで、こんな感じで書かれておりますね。んで、あとは特徴が、コスモグレープの香りと、紫色のお湯が楽しめます。お肌しっとり、乾燥を防ぎ、皮膚を洗浄し、お肌に潤いを与えます。ってことが書いてありますね。一応、正面のここにも同じことが書いてあるんですけど、お湯は紫色で、コスモグレープの香りって書いてあるんですけど、前回のレベルアップライダーのものに比べては、若干パッケージが見にくいですけど、はい、こんな感じになっております。では、中ちょっと取り出しましょう。もうこれどうせ突っ込むんで、見てみましょう。こんな感じですね。普通の卵型のやつですね。この前のレベルアップライダーのやつと同じですね。同じ卵が入っておりますんで、こちら早速お風呂に投入したいと思います。はい、ではお風呂場に来たんで、こちら投入したいと思います。もうすでにグレープの匂いがめちゃくちゃしておりますね。では投入、よーし、運試しで。ちょっと派手に入れすぎましたね。はい、では多分ここから早送りになると思います。とりあえずフィギュアが出てくるまでは早送りすると思います。出てきましたよ。なんか意外と早かったですね。出てきました。こんな早いの？1分半ぐらいで出てきましたよ。はい、こちらですね、オウシブラックですね。また後でしっかり見ていきたいと思います。はい、では2日目ですね。2日目投入しましょう。もうせっかくなんで主役のシシレッドが欲しいですね。では投入。思いっきりカメラに水かかりましたけど、こんな感じですね。なんかもっと5、6分かかるんかなと思ってたんですけど、昨日なんか1分半ぐらいで出てきたんで、多分早送りになると思いますが、いきましょう。出てきましたよ。これはカジキイエローかな。そんな感じかな。まだちょっとついてますね。出てきました。はい、カジキイエローですね。ではまたちょっと部屋に戻って、ちょっと時空見ていきたいと思います。
はい、では部屋に戻ってきたんで、じっくり見ていきたいと思います。では、1日目に出てきました、こちらの子牛ブラック、見ましょう。こんな感じですね。はい。結構なんか、ちゃんと細かいとこまで、モールドは入っておりますね。ちゃんとこの、星のキューレンジャーのエンブレム的なものもちゃんとモールドされておりますし、なんか、この子牛ブラックの、なんかちょっとごっつさをちゃんと表現されているような感じはします。ただ色に関しては、なんか子牛ブラックというよりも、若干なんかグレーっぽいような色ですね。黒というよりもグレーっぽいですね。多分、このカメラ越しだとなんかちょっと黒っぽく見えると思うんですけど、割と肉眼で見ると、どっちかといえば子牛ブラックというよりも子牛グレーって感じの色をしております。で、後ろもこんな感じですね。なんで、まあ結構320円だったかな、確か。ちょっと正式な定価はちょっとわからないですけど、僕は320円ぐらいで確か買ったと思うんですけど、の割には割と細かいですよね。なんか、入浴剤のおまけのフィギュアなのか、フィギュアのおまけの入浴剤なのかちょっとわからないんですけど、割と作りはいいですよ。で、しっかりと自立します。はい。こんな感じですね。では、2日目登場いたしました。こちらですね。カジキイエローを見ていきましょう。カジキイエローも割と、こう、色付けは、まあ一応ここの、この目の部分と、仮面の目の部分と、この肩パーツと、このマフラーというのかな？マフラーと、あとバックルですね。の部分が一応塗装は入っておりますね。で、あとは、まあ、モールドが割とこちらもしっかりしておりますね。で、裏面は、こんな感じ。結構細かいですね。はい。ちゃんとセーザーブラスターも持っております。オイシーブラックもちゃんと持ってますよね、セーザーブラスター。あ、ちゃんと持ってますね。はい。こんな感じですね。はい。というわけで、今回はこちらのビックラ卵、宇宙戦隊キューレンジャーを2つ開封してみました。まあ、楽しかったですね。この前の仮面ライダーエグゼイドのやつも楽しかったですけど、あの時は溶けれる姿は見てないんで、僕自体も。で、まあ今回はまあせっかくなんで溶かしてるシーンもまあ動画に撮ろうってことで、まあ溶かしてるシーンも動画に撮ったんですけど、なんかもっと時間かかるのかなと思ってたんですけど、意外と1分半ぐらいで溶け終わって、こう、フィギュアがシュワッと出てくる感じなんで、結構、待ち時間も短くて楽しかったですし、あとまあお風呂でずっとこう撮ってたんで、匂いもすごい、いい匂いがしてました。グレープのいい匂いがしてたんで、まあフィギュアを、まあ出てくるのを待ってる感、まあ匂いでも楽しめるって感じになるんで、まあ気になる方はぜひこちらのビックラ卵宇宙戦隊キューレンジャー購入してみてはどうでしょうか。では今回もご視聴ありがとうございました。